ケイスケと、シャイロンだ、ハグちゃん、どうぞ、ちょっと、ガチョン、はーい。さあ、ただいま、ゴールデンウィーク真っただ中でございます。はーい。皆さん、エスポルトライブゴールデンウィークはございません。ないですね。YouTuber たるもの、世間が休みの日に働いて、皆様に面白いエンターテインメントをお届けするというのが、YouTuber ですから。はい。ですが、はい、待ってました。やっぱりね、働き続けるっていうのも体に毒じゃないですか。いや、そうです、そうです、猛毒。最近なんかあれらしいですよ、オーストラリア週休3日制みたいな。うわー、薬って言うんですか。あ、ベルギーです。ベルギーです。ベルギーだ。日本働きすぎだから。見てます、ブラック企業の社長さん。ブラック企業って特にアホばっかやから。上、ほんまにこれガチで、あの僕たちゴールデンウィークストックめちゃめちゃしまして、土日休み作ろう。久しぶりの2連休でございます。イエーイ。なので今回はエスポワールトライブ、今までいろんな自分の休日密着してきましたけど、ゴールデンウィークバージョンをお届けしたいと思います。やったー。まあ休みではないです。はい、まあね、ちなみに予定決めてますもんね。はい、僕決まってます。決まってます。決まってます。僕も決めてます。はい、決まってます。僕も決まってます。おーい。ただメンバーと会うのは禁止です。はいはい、うんうん、はい、2日休みがあるのでどっちから1日だけカメラ回してみてください。はい、はい、なので皆さん貴重な貴重なゴールデンウィーク楽しむように。はい、おーい。ということでエスポワールトライブのゴールデンウィークどうぞ。さあ、ということで僕たちのゴールデンウィーク始まりましたけども、僕の休みはですね、ただいまトールをうち、で預かっておりまして、ゴールデンウィークはトールと過ごすことになりました。イエーイ。今ね、朝の10時18分でトールと僕、あの各々行きたいところ決めてきたんで、じゃんけんで勝った方に行きます。で、俺が御殿場のアウトレットに行きたい。で、トールが軽井沢に行きたいです。軽井沢に行きたいらしい、はい、っていうのもなんか軽井沢でリゾートバイトしてて、その思い出の地を巡りたいねんって意味わからない。じゃあ、じゃんけんしますか。しましょう。さあ、じゃんけん、じゃんけん、はい。御殿場決定。軽井沢は来週でも行けるから。まあそうですね。いつでも行けるっすもん。近いから、次土日行けばいいんじゃない？そうですね。サブチャンネルで。はいはい、行きましょう。じゃあ、御殿場方面行きますか。レッツゴー！はい、ということでおはようございます、皆さん。こんばんはー。ということで、ゴールデンウィークの一日密着ということで、早速車が走ってるわけなんですけれども、その理由は、ばあちゃん家に行こうの日なんでーす。まあゴールデンウィークっぽいよね、ばあちゃん家行くって。今日はね、何しにばあちゃん家行くかというと、テレビをプレゼントしたいと思います。最近ちょっと僕テレビ買い替えまして、いらなくなったテレビを、まあ、ばあちゃんが欲しいということなんで、ばあちゃんにあげに行きたいと思います。でもお昼ご飯とか一緒に食べに行ったりして一日過ごすっていう感じですかね。とりあえずね、そんなこんなでばあちゃん家行きたいと思います。レッツゴー。はい、ということで皆さんおはようございます。私、島袋の画角でございます。今回私休み、何をしていきますかと言いますと、大型トラックの、教習に行ってまいりたいと思います。結構ギリギリに着いちゃったんで、もうそろそろ行かないといけないんですけど、とりあえず朝一発目は大型トラックの、教習を受けに行きたいと思いまーす。レッツラゴビュンビュンビュン。さあ、というわけでゴールデンウィークの1日を密着してみた動画でございます。久々の休みかと思いきや、意外とカメラが回ってしまう。カメラを回さなければいけない。本日やっていくことが、友達を迎えに行きたいと思います。休みができたら気楽に誘える一面みたいな感じで、ちょっと固定でメンバーがいまして、そのメンバーを誘ってあるところに行きたいと思います。ということで迎えに行ってから次のカットに行きたいと思います。パピューさあ、というわけでなんか嫌やなこの俺が最近、密かにね、プチ旅行みたいなの行った、一面でございます。富士急あたり行っちゃうみたいなノリになってるけど。いいよ。富士急にしよう。そっちの方行くよ、ね。まあじゃあそんな感じで、富士急着いたらまた回したいと思いまーす。皆さんおはようございまーす。というわけで、ゴールデンウィークの休日、奥さんと川越デートに行きたいと思いまーす。ラブ注入。皆さん、川越って行ったことありますかね。小江戸って言われてんだよね、うん、確か。そこをちょっと前々から奥さんと行きたいねって話したんで、2人でデートしに行きたいと思います。というわけでレッツラゴーゴー。はい、ということでおはようございます。僕のゴールデンウィークの1日の過ごし方のお時間でございます。今何をしてるかというと、タクシーに乗っております。
もう家を出てね、今回ちょっと外でいろいろ巡りたいと思うので、とある場所に向かいたいと思います。地元のね、友達、幼馴染が二人いてね、そのうちの一人が今日時間取れるということで遊びに行きたいと思います。では、また現地に着いたらお会いしましょう。現場からは以上です。さあ、ということで、ただいま、海老名サービスエリアに来ました。ちょっとね、お腹空いたんでお昼ご飯買いました。ポールさんですよねって気づかれてたの。ねえ、嬉しかったです、初めて。え、嬉しかった。いや、嬉しかった、嬉しかった。ということで、車でお昼ご飯食べたいと思います。さあ、ということで、車の中でご飯タイムでございます。これを食べて、御殿場のアウトレットに向かうわけですけども。オフやな、今日。最高っすね。最近、トールが入ってきてから、サブチャンネルの方をね、徐々に更新していってるんで、皆さん、概要欄にサブチャンネル貼ってるんで、ぜひ、登録の方よろしくお願いします。お願いします。あと、なんか、こんなん見たいなとかあったら、ぜひコメントでお願いします。うん。ということで、ご飯も食べ終わったので、御殿場の方に向かいたいと思います。レッツゴー。はい、ということでおばあばんちに着きました。お久しぶりです、おばあば。あ、久しぶりということで、本当ね、テレビ設置するところも動画で撮ろうと思ったんだけど、仕事が早すぎてもう設置してしまうっていう。今日ちょっとおばあばんちでゆっくりしようと思ったんだけど、いとこがいまして、ゲームオタクのいとことちょっと秋葉に行こうかなと思い始めました。すっごいだるいかもしれますけど、キーボード買ってあげようかな。今日は秋葉に行こうと思いますはい、ということでゆかりが来ました。やめてやめてやめ、ゆかりでーす。モザイクいりません。いりまーす。いりません。はい、ということで、じいちゃんに挨拶をしたいと思います。よいしょ。チンチン。はい、ということで、ゆかりが来たので、飯に食いきたいと思います。はい、ということで、カメラ NG! ということで、まあ、そのまま運転してきました。ということで、お腹減ったなーちゅうわけなんですよ。で、これからね、僕の小中の地元の友達がね、上京してきたっていうわけで、一緒にご飯食べに行こうぜーっていう話をしてました、今。で、今からそいつを拾いに行きたいと思いまーす。はい、ということで、地元のお友達と合流いたしましたと。じゃあ、早速お昼ご飯でも食べに行こうよ。何食べたい？仲介がいる。お前さ、そんなん言うたらなんか俺が毎回あ。さあ、ということで着きました。富士急アイランド。僕以外絶叫とお化け屋敷が苦手ということで、こいつらぶちのめして帰っていきたいと思いますということで楽しんでいきます。はい、というわけで川越に到着。街並みはすごいなんかあれだね、レトロな感じって言いますか。歩きましょう。恥ずかしいから行こう。とりあえずなんか食べたいよね、うん、一番有名なのなんだろうね。芋こい。芋こい、ちょっと食べてみるか。こちらです、芋こい。熱い熱いリアクション芸人みたいななんかこの辺に一番有名なのがなんだ、時の鐘ね。時の鐘シンボルみたいなのがあるらしいんで、そこに今目指してるんですけど、戻り際にいっぱい食べようよ。じゃあちょっと一口だけ。あん強い。あん強い。どこですか、時の鐘は。右です。ここ右ですか。さあさあさあ、ほら、どれ。え、あれ時の鐘。これも時計台みたいなあれだと思ってたんだけど、これが時の鐘っていうやつらしいです。以上、時の鐘でした。はい、ということで到着いたしました。今回僕が来た場所がですね、オタクと電気の街秋葉原に来ました。でもね、今回そのフィギュアを買いに来たとかそういうのではなく、とある方へのプレゼントをね買いに来ました。でね、もうね、すでにね、目の前にもう幼馴染がいるんですけど、はい、どうもっていうぐらいに、ね、ちょっとおかしな子なんで、カメラには映さないようにしたいと思います。で、編集者の人もちょっとめんどくさいと思うんで、カットしちゃっても大丈夫ですということで、じゃあ早速ちょっと友達とね、買い物しつつご飯を食べていきたいと思います。では行ってきます。なんかしようや。なんかします。よし、乗ってるゲーム。イエーイ。登る朝日を歌詞からノットなの。夜中にいきなりさお前なるよ、お前マジでなるよ、お前。いや、歌いたくなる曲歌わんと。いやだから、歌いたくなってもノットなのあかんの。絶対ノットです。絶対だよ。熱い涙や恋の叫びも恋の歌ほらあなたにとってだから、お前なるよほんまになるえ、でも。さあ、ということで、御殿場プレミアムアウトレットに到着いたしました。ゴールデンウィーク中やのに、全然人おらんねんけど、なんで？
結構これはいい日に来たんじゃない。じゃあちょっと買い物していくか。ちなみに今日の僕への予算はいくらぐらいなんですか、大体。何だ僕への予算ってお前。とりあえずじゃあちょっと散策するか。はい、というわけでね、富士急終わりました。帰り一人なんですけれども、 A じゃないか戦慄迷宮あたりでだんだん友達を失いまして、帰りは一人で帰ることになりました。どうでした？もうこっからは僕らいつもノリと勢いで遊んでるんで、ノリに任せてどっか行きたいと思います。またどっか着いたら、次回したいと思います。はーい。はい、ということでご飯屋さんに来ました。俺はね、来ました、もう春野菜のナポリタン。ニグルなんか食べない。やだ、美味しそうなハンバーグ。じゃあいただきます。うめぇ。ごめんなさい、忘れてました。スペアリブが来て食べてます。ばあちゃんに言われて気づきました。うめぇ。はい、ということでお寿司屋さんにやってまいりました。じゃあパクパク食べていきましょう。はい、いただきます。あん、寿司ってやっぱうまいよな。最近さ、親知らずのとこめっちゃ痛いの。大食い企画するときとかマジで痛いね。どうしよう、どうそうか、お酒飲む？飲むよな、そうそうそう。いや、俺も頑張って飲むけど、ウーロンハイやったら飲めるってことに気づいたから。無理して飲むもうちゃうから。うん、ごっさんでしたぞ。次車戻ってどこ行くか作戦会議しようぜ。さあ、ということでお次はですね、御殿場のアウトレット行きました。最近周りで子供がポカスカポカスカ生まれてるんで、子供用品のなんかプレゼントかなんか買えたらなって思ってます。あんまり僕の周りではもうこれ以上ポカスカポカスカ子供産まないように注意喚起をしながら、本日はプレゼントを買っていきたいと思います。ではまた。はい、というわけで夜も更けてきまして、赤ちゃんグッズはありませんでした。こっから最近僕らサウナブームにハマってまして、プライベートサウナっちゅうものをちょっと体験しようかなと。そこに行って今日一日の疲れを取って帰りたいと思います。ということで東京まで行きます。みんな集中してください。こう僕の指を集中して見てください。こうパッてると、はい、東京です。うなぎ屋さんに到着しました。肝焼き、かば焼きでしょ。発見中です。はい、うなぎのかば焼き、うまっ。白米欲しくなる。うん、おいしい。はい、ということで買ってまいりました、こちらです。ということで、ね、もう秋葉原に用はございません。もう次の場所に行きます。なんで今回ね、友達を呼んだかというと、友達が誕生日をね迎えまして、誕生日プレゼントをね買いに表参道とかそこの方かな行きたいと思います。ということなんで、秋葉原を抜けていざ原宿表参道の方に向かいたいと思います。現場からは以上です。はい、ということで原宿に到着いたしました。ここからちょっとね、原宿を着きながらご飯食べながら休日を過ごしたいと思います。また何かがありましたらカメラを回したいと思います。現場からは以上です。さあ、ということであれから1時間半ぐらいアウトレットブラブラしまして、ある程度買い物終了いたしました。僕はラルフローレンで T シャツとパンツと靴下を買って、トールのポロシャツも入ってます。夏用にめちゃくちゃ高いポロシャツを買ってもらいました。で、今スタバで一段落って感じです。やっぱスタバと言ったらこちらのあんバターサンドですよね。やば、うまい。いい休日っすね。いや、ほんまちょうどいいっす、天気。毎朝トールがね、最近アイスコーヒー作ってくれるんですけど、それのおかげで朝の目覚めがめちゃめちゃいいっていう。ほんまに朝コーヒーっていいんやって気づいたもんね。朝コーヒーと15分の昼寝、これ最高っす。最高の一日のセットっす。ということで、もうちょっとだけプラプラしてアウトレットを後にしたいと思います。じゃあ次はハンクで。はい、ということで秋葉原に来ました。目的は決まってるので、パソコンを見に行きたいと思います。はい、ということで秋葉原終わりまして、僕のいとこなんですけど、ファロラントっていうゲームをやってまして、今まで2000円のキーボードしか使ってなくて、なんかすごいキーボードのせいにしてたらしいんで、キーボードをね買ってあげました。これでなんかそのダイヤの上のランク帯までいけるそうなので、プロになったらまあ一緒にやってあげようかなと思ってますね。なるほど。ということで秋葉原帰れたと思います。はい、ということで次はカラオケに行きました。タララ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 ラ。さあ、ということで本日の締めはレディアンスパさんに来ております。
こちらね、インスタで見る美人なお姉さんとかね、綺麗な人たちがよく来てるお高級なサウナでございます。ちょっと今日は久々のオフだったんで奮発しようかなと思って4人で入りに来ました。ということで最後ここで整って永遠の別れを友と告げたいと思います。では入っていきまーす。はい、ということで川越から東京の方に戻ってきてまいりまして、沖縄料理をね夜食べたいってことになってちょっと探してたらイタリアンバルがあったんで、イタリアンバルに入ろうよ。入ろうか。うん、ちょっと俺前髪ハゲてきた。さっきからハゲて高速で窓ガン開けて乗ってたから。じゃあイタリアンバル入りますか。行きましょう。うまそうなイタリアンがやってきましたね。いただきます。うわ、アヒージョ、アヒージョ、アヒージョもうまい。チーズフォンデュー来ました。美味しそうだね。美味しそうだね。うわー、美味しそう。ローストビーフをチューン。うまい。はい、ということで表参道にやってまいりました。先ほども言った通り幼馴染の一人がですね誕生日を迎えたということでプレゼントを買ってきました。いやもうサンローランですよ。はい、おめでとうさん。ありがとうございました。はい、はい、では現場からは以上です。ということで夕飯は焼肉にやってまいりました。そう、まさかのね一緒にいる幼馴染はですね元同じ職場の人でもあるんですよ。幼馴染でありつつ同じ仕事でね居酒屋で働いてたんです。いやお疲れさんです。早速頼んでいきましょう。まさかの店員さんが視聴者さんでした。ありがたいです。もう一人の男にさ、タンプレまだ買ってないんよ。絶対使えない。さあ、ということでアウトレットを後にしまして、2人温泉好きなんでちょっと富士山の近くで温泉探そうかなと思いまして、ちょっといいところ見つけたんで露天風呂から富士山が見える絶景の温泉に向かいたいと思います。何気におらんと思うで、日本人で富士山の見える温泉入ってる人。いや、いないと思うっすよ。ということで温泉まで向かいたいと思いまーす。レッツゴー。見てください、こちらいきなりど田舎に来てしまいました。これだから地元ぐらい田舎やな。久々にこの緑に触れてなんかいい気持ちいいやわ。田んぼもあるし田舎住みやけど、やっぱ東京にかれこれ1年半住んでるか田舎テンション上がるな。多分俺らだけやろな、この画角ほのぼのしてんの。さあ、あと 3.7 キロですね。もうちょっとで着きまーす。さあ、ということで車降りまして、そろそろ温泉に着きそうでございます。店構えからめっちゃ良さそう。多分店長は映せないんで、そうですね、2人でちょっとくつろいできますわ。では、温泉入ってきまーす。はい、ということでいとこを送ってまいりました。結構充実した一日だった気がするな。ということで、まあ、僕の一日なんですけど、もうあと本当家帰ってゲームするだけなんで、僕のゴールデンウィークの一日はこれにて終了したいと思います。今頃ガチヤマは何してるのかな。ガチヤマさあ、というわけでサウナ終わってあとは帰宅するだけです。3人を送って今日のオフは終了と。もしあの僕と遊びたい方いらっしゃいましたら DM の方を飛ばしていただいて、もしかしたら遊びに行けるかもしれないので皆さんもぜひともご連絡お待ちしております。では僕のオフはこんな感じでした。最高。はい、ということでお友達を送ってちょっとねとある方と食事っていうことでね、こんなところに食事でね、もう完全に場違いっていうところなんですけど、本日一緒にご飯を食べていく方がですね、首長です。まあ、あのいつもいじめてる後輩なんで、飯食ってからあのボコボコにしたいなと思います。キャラに見合わんこと言わんといてください。見てください、ちょっと島袋くん、世界で一番似合わないブルハワイを飲もうと。すいません、じゃあ乾杯お願いします。いや、おめでとうよ、ほんと誕生日。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあちょっとご飯ゆっくり食べていきましょう。大丈夫そう。はい、というわけで帰宅しました。僕らホワイトボードになんか行こうって言ったことを書いてるんですけど、川越完了ということで、ありがとう。というわけでゴールデンウィークの休日終わりです。楽しかったです。いやー、もうだいぶ飲みましたね。本当にこういう企画とかね、休日じゃないとなかなか地元の友達と遊べたりとかもできないんで、本当にマジで楽しかったわ。実はですね、僕今日朝方から昼前ぐらいまで編集してて、昼過ぎぐらいからの撮影になってちょっともう暗くなっちゃったんですけど、最高に楽しかったっすわ。ということで僕のゴールデンウィークのお休みの一日はこんな感じでございました。現場から伝えさせていただきました、こうでございました。さあ、ということで温泉上がりました。めちゃめちゃ気持ちよかった。最高っす。ただ富士山見えなかった。
そうっすね。富士山見えると思ってたら全然見えんかった。なのでお風呂上がりといったらこちらです。ソーセージ、ピッツァ、マルゲリータ、乾杯。よし、めっちゃ甘い。うまっ。俺ら一番いい休日過ごしてんじゃん。いや、絶対一番いいのを過ごしてる。今頃、コウさん何してると思います？マジで何してんのかな。これでホラー映画鑑賞とかしてない。ゴールデンウィークパパカパカパーンパパーン。疲れないトークばっかで喋ってましたけど。そうですね、もういっぱい。まあまあまあ、でも楽しながらね、談笑しつつ、今見てる人たち多分僕と秀一郎くんが飯食いに行く関係やっていうの多分知らないんで。この後二回り一発だってぶち、ね、かますっていう。一発で大丈夫ですか？一発で大丈夫ですか？やばいやめたまあでも秀一郎くんドスケベですよね。結構こんなにっこり笑ってんのにやばいなー。いやもう全くです、ないです。浮いた話しないで。まあその辺ガード硬いやなとか、ね、マジでもうさあ、ということで東京に戻っております。買い物もできて、温泉も入れて、最後にあんなピザも食べちゃったんで、晩ご飯ももう食べる腹残ってないんで、まあまた時間ができたら日帰り旅結構ありやと。いや、ありっす、マジで。ということで僕らの旅は以上でーす。では島袋に移動。はい、ということで、はい、ご飯も食べてドスケベイさん帰ります。ちょ急にすみません、本当に今日は夜遅くまでほんまにありがとうございます。いつも召喚してください。お願いします。じゃあ、ということでむっつりさん、さようなら。一回、クマ殴っていいっすか？いや、すいません、まあ、マジごめんなさい。だから、またすごいとか。お疲れ様でした。気をつけて。お疲れっす。時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇。難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。エスポワールのインパクト。